まあ、フェイクニュースの疑いが、出てきているわけですけど、一方でですね、真実の報道、報道しない自由を行使しているといえばそうなんでしょうけど、アメリカ軍の海兵隊の下士官が高速道路で事故に遭った日本人を救助したんですね。助けようとして頑張っているところをはねられて、今渋滞なんですね、意識不明の渋滞で、でそのニュースをですね、あえて美談を書き連ねることはないけれども、事実関係の中にそういう出来事があったわけですから、日本人の、交通事故者を、救助するために路上に出たところ交通事故に遭った自分がはねられたという、こういうことはですね、ニュース報道の中で普通の文脈で出てくる話、それをあえて書かずにね、単にはねられたという事故にしちゃってる、単に海兵隊員がはねられたというだけの事故ですから、そういう記事にしてるんですよ。本当は、彼は日本人を、先ほどおっしゃったように、交通事故があった日本人を救助しようとして、それではねられてるんですけど、そういうそのなぜ彼がはねられたかということは新聞に書かないで、ひどいですよね。ひどいですね。むしろね、もう新聞としては彼を応援する記事を書かなあかんでしょう、日本人を助けるためにね。で実際にそのこれだけじゃなくて、アメリカ軍がですね、それまで米軍が、多くの日本人を助けてるんですが、これ全く記事に載らないですよね。載らないですね。例えば沖縄では手術をできない、そういうその難病の人ですね、米軍のそのいろんな家族とかこうカンパして、寄付金を募って、そしてアメリカ本国 で手術を受けて助かった、この事例もものすごいたくさんあるんですが、これ全く報道されませんよね。若菜さんの、ラジオが滞りなく継続、これ ね沖縄の言論は本当ひどいですよ。どうでしょう、先ほどもお名前出たところですから、例の沖縄タイムズの記者の方の話いきますか。どうでもいい、いい人といきましょうか。はい、こちらですね、こちらです。はい、沖対安倍記者講演でまた百田氏批判ということですが、今度はね、この方が東京に見えたというニュースでしょうか。こちら深入りまいりましょう。沖縄タイムズの記者安倍隆氏は2日練馬区で原爆者が見た高江165日という講演会を開きました。この講演で安倍記者は再び作家百田直樹氏に対する批判を展開しました。安倍記者は10月27日に沖縄県名護市で行われた百田氏の講演に参加し、その内容を引用。11月22日の沖縄タイムズの記事丸1面分を使って百田氏を批判していましたということですけども、 どういう具体的な批判なのかは、内容はちょっと今手元はないんですかね。あ、先の本ある、私が、ここにね、こちら、どうぞ。ここに、安倍さんが批判した、私の沖縄での講演の全録音が書いてます。これです。異常な言論空間、沖縄で熱血大講演、私が講演している写真もありますね、それからここにですね、私が講演した講演録が全部載ってます。結構長いです。で長いね。でさらにその講演の後にですね、私とこのガナーさんが対談、トークショーしてます。2人で対談してます。この同じ場所でね、この時の話を全部書いてます。でこの時に私は沖縄の西を非常に非常に鋭く批判したんですが、でこれに対して、安倍隆さんはですね、私に噛みついてきた、でここに、安倍隆さんの正体というふうに、一回全部書いてます。何ページもなってね、書いてます。これを読んでいただけると、沖縄でのこと、沖縄での現場の言論空間全部わかります。そのためにも、皆さんこれをお買い求めください。私 の、 3歳の時のチンチンの写真もついてます。いやそんなんいらんか。すいません、実名は挙げなくていいですよ。ごめんなさい。ガナさん、まだつながってる お話ができるんですか。そうでしたか、すいません。ガナさん聞こえますか。引き続きすいません、ごめんなさい、ちょっと分かるところで、ごめんなさいね、お話をね切っちゃいまして、先ほど喋ったんですが、普天間の、ヘリコプターから落ちてきた、なプラスチックのものって、あれひどい記事ですね。はい、もうひどいですね。
はい、そこの学校の上にはですね赤い旗がありまして、はい、あのノーフライゾーンでしたかね、要するに飛行機飛ぶなというふうな旗が立っているような政治色も帯びている幼稚園だ、保育園ですかね、まあ、学校だそうで、はい、であれですよ、あれはもうほとんどいわゆるフェイク、捏造ということが分かって、まあ、誰かの自作自演ということが分かって、そこから今はもう沖縄タイムスも琉球新報もその記事全然書いてないんでしょ今。そうなんです。で最初にこの画像などもアップした本人も削除して、はいはい、だんまり込んでるんです、はい、そうねえ、あんだけ喜んでフェイスブックに書いてない、しかもあれでしょ、落ちてから時間、時系列と言うと落ちてからまで1時間ぐらいでもうすぐにフェイスブックに上げてるんですね、その人。あ、はい、そうですね。だからこういったこのだから本人じゃないかな、その人フェイスブックに上げた本人が感を置いたんじゃないかな。そう、怪しいですよね。もう怪しいですよね。またあの百田先生批判の件なんですが、はい、実は講演会の時のレジュメを私手元にありまして、ほうほう、で百田先生のもう本当長いこのレジュメなんですが、おお、要素は手に入れましたね、はい、百田氏のデマ、百田氏のヘイト、百田氏の論理推解というふうにもういっぱい書いてまして、はい、どれほど悔しかったのかなと。さあ練馬で公演あったりはどのぐらい人集まったんでしょうね。ですね、どれくらいでしょうか、ちょっと人数は把握してないんですが、はい、ここはもう沖縄の活動家、暴力を振るう活動家のおばあちゃんとか、はい、あるいは山城被告の裁判の件などでも何度も集会を開いているバリバリの、活動集団のところでして。あ、そうですか、なるほどね、はいはい、ですから、まあ、内場の会なんですけれども、うん、まあ、そういうことも行われているようです。評判のところなんですね、はい、江戸の敵を長崎で撃つって言葉はありますけどね、那覇の敵を練馬で撃つわけですね。はい、そうですね、はい、まあ、しかしそれだけ百田先生のこのもうなんて言うんでしょう、百田旋風というんでしょうか、はい、沖縄に大きく響いてますので、引き続き沖縄の我々のために沖縄の言論活動をよろしくお願いいたします。わかりました、はい。はい、今日はどうもありがとうございました、はい、改めてありがとうございました、はい、失礼します。あとですね、15日に、我々緊急集会沖縄で開きますので、ぜひまたその、なんかテロップも準備していただいているということでしたので、はい、ぜひまたなんかあれば、お知らせいただければ大変ありがたいです。後ほどお知らせね、はい、番組内で改めて告知させていただきます、はい、どうも、はい、どうもありがとうございました、ご協力ありがとうございました。じゃあそのテロップ出しましょうかね。いやいやいや、しかしまあね、本当にそのありとあらゆる手を使ってということですかね。なりふり構わずですね。でもだからどうしてすぐバレる嘘というかね。今の経緯は全部あのやり取りがインターネット YouTube で公開されてますよね、あれを見られたら言ってることが破綻してるってことは分かんないんですかね、バレずか。あ、私と安倍さん、そう、出てますよね、はい、はい、今テロップ出ましたね、沖縄防衛情報局言論弾圧問題について、言論弾圧問題について12月15日の金曜日18時30分夜6時半ですね、浦添社会福祉センターでの開催となります。琉球新報、沖縄タイムスを正す県民国民の会までどうぞ詳細はお問い合わせください。よろしくお願いします。はい、さあではニュース深いに戻ってまいりましょうか。ニュースあまりばっくりやな。そうですね、今日はちょっとまあいろいろあの、はい、変則的に若干お送りしておりますので、はい、ですから後半はじゃあ加藤さんお選びいただいてよろしいでしょうかね。そうですね、はい、ご注目ニュースということで、もうあくまで純不動です、もうどのニュースでも結構です。そうですか、はい、それではその朝鮮学校無償化問題で丸川氏を批判、はい、こちらですね、はい、参りましょう、ね、菅官房長官の発言ですが、どうぞ。菅氏、朝鮮学校無償化問題で前川氏を批判というね、ビーチ前川氏の話題、久々登場ですが、こちら深入り参りましょう。産経新聞によりますと、菅義偉官房長官は8日の記者会見で、九州朝鮮中高級学校の卒業生らが朝鮮学校の授業料無償化適用を求めている訴訟で、文部科学省前事務次官の前川喜平氏が原告側に沿うとみられる陳述書を福岡地裁小倉支部に提出したことに関し、文科省による無償化適用除外は前川氏が官房長として自ら決裁したと指摘しました。また複数の場所で朝鮮学校の無償化適用を求める訴訟が起きた後も、前川氏は担当局長や審議官、事務次官を務めたが、
処分を覆すための具体的な行動はしていないと聞いていると述べ、前川氏の言動の不一致を批判しました。高校無償化制度は平成22年4月に民主党政権下で導入されましたが、政権交代後の平成24年12月、当時の下村博文文部科学大臣が朝鮮学校を無償化の適用対象外とする方針を表明、平成25年2月に省令改正を行い朝鮮学校を適用除外としていましたというこの記事ですね。いやこれびっくりしますね、はい、びっくりですね。その前川さん自身が、無償化しないと、はい、いう決裁をしてるわけですよ。文部科学省の時代で、官房長時代でね、無償化はしないと前川さん自身が、ね、言ってるわけです。ところが今やめてから無償化すべきだと言ってるという、これ何をしたいんですか前川さん一体。とにかく前川さん今あった完全にちょっとおかしいのは、とにかく政権をに批判するため、あ、日本内閣、日本の政府を批判するためだったら何でもやろうという、まあ、そういう立場になってますね今ね。なってしまいましたね。だからもう以前は自分自身が、無償化で無償化できないという決裁をしていたから、今コロッとテロを180度返して、無償化すべきだという陳述書を書いてるわけでしょ。もうとにかく、まあ、なんというか、まあ、言論不一致なんですが、要するに人間的に、全く信頼の置けない人物ということですね。座右の銘が何ですか。免従腹背でしょ。はい、すごいですよね。そんなことよう言いますよね。免従腹背って非常に恥ずかしいことが言うの、何にしたのかな。まあ、単純に子どもの教育上良くないですよね。はあ、全く。いや、これがね、日本のかっての文科省のトップにあったということが、これ日本の不幸ですよね。しかも天下りであんだけ悪いこといっぱいしておいてね、はい、そうなんですね。本来なら、ね、本当はクビやったでしょ、あれかなりその政権内部でもこれは許されと、こいつはもう絶対クビしかないって言ったのを、それを菅官房長官が、まあ彼も生活でかわいそうやからいうことで、温情で、はい、まあ、退職金8000万もあげてね、そうですね、まるまるね、そうですよね。あれ本当だったら、本当だったらもう懲戒免職なんですよ。そうよね、はい、いやしかしなんかもう この方は本当ため息しか出ませんね、こう見てくるとね。びっくりしますね。はい、今も全国でなんか講演とかそうなんですよね。あの5本も出されてますからね。それであの日本の言論が歪められてるとか行政が歪められてるとかですね、よく主張なってるわけなんですけど、ご自身の行動が許されてるわけだから、日本は自由な言論空間の国だなと私なんか思うんですがね。全くそうですよね。むしろ自由すぎるんじゃないですかね、本当にね。なんか何とも申し訳ありませんね、はい、さあでは続きましょう。百田さん、僕のツイッター、参りますか。ママ清掃しなこちら、はい、参りましょう。今度は百田さんがツイッターで、ね、ご注目されている話題ということで、百田氏、ママは戦争しなくとも相手国は考慮しないというね、このニュースも続けて深入りまいりましょう。太平洋戦争が始まった1941年昭和16年12月8日に合わせ、平和を訴える集会や活動が8日各地で開催されました。長野市の JR 長野駅前では、市民団体のママは戦争しないと決めた実行委員会や、憲法を変えるのやだネット長野、憲法を変えるのやだネット長野などによる、反戦集会が開かれたということです。約50人が反戦平和を訴えたというこの集いに関し、作家百田直樹氏は11日自身のツイッターで、ママは戦争しないと決めても相手国はその決定を何ら考慮してくれないのを忘れてるとつぶやかれましたと。私この記事写真で見たんですけどね、はい、まあ、その若いお母さん方がですね、ちっちゃい子供と一緒にね、横断幕を載せてるわけですが、そこにね、ママは戦争、ママは戦争をしないと決めたって書いてね、ガーッてやってるわけですよ、そんなね、ママが決めたから戦争起こらないですか、ほんまに。どんな発想ですか。ママは決めた、パパとは喧嘩しない、これだったら分かりますよ、ママは決めた、戦争はしないと決めた、これで戦争なくなれたら、こんな楽なことないですよ。はい、でそれやるんやったらね、もう中国大使館の前とかね、北朝鮮の領事館の前でやってもらいたい、あの、ね、朝鮮総連の前でやってもらいたい、はい、はい、ママは戦争しないと決めたって、土井孝子さんの
お元気な頃の社会党を思い出しますね、そうですね、ママが決めたら戦争起こらへんのかってことは、びっくりしますよね、これ子供を戦場に送るなとかね、80年代散々ね叫んでましたよね、まあ、今も叫び続けてる人いますけども、そういう方々の向こうが来たらどうすんねんって話ですもんね、どうしてもそういう話にはならないんでしょうね、はい、なんともツイッターで言うと言いますと、百田さんこちらの話題もありますけど、それ言い方からこれも合わせていきますか、はいはい、ね、せっかくですからね、はい、こちらの話題にも触れてまいりましょうか、これはすごいね、はい、昭和天皇独白録を高須氏落札、皇室にお返しするというね、このニュースも気になるところで深入りまいりましょう。産経新聞によりますと、昭和天皇が太平洋戦争などに関する出来事を戦後に回想した昭和天皇独白録について側近が記録した原本とされる文書が6日ニューヨークで競売にかけられ、手数料と合わせ27万5000ドル、日本円にして約3090万円で落札されました。美容外科高須クリニックの高須克也院長が自身のブログで、落札したことを公表、これを皇室に提供する意向を明らかにしました。主催した競売会社も産経新聞の取材に対し、高須氏が落札したと認めました。独白録は昭和天皇が昭和3年の張作霖爆殺事件から昭和20年のポツダム宣言受諾を経て終戦に至るまでの経緯を語った内容が書かれており、元外交官で側近の寺崎秀成氏が鉛筆などで記録、出品されたのは173ページ分で、寺崎氏の死後、寺崎氏の遺族が米国で保管していたものだということです。独白録の内容は平成に入って日本で出版され大きな反響を呼びました。高須氏はブログで現地にいる代理人に指示して落札したことを報告、昭和天皇独白録は日本の未来に役立つ財産だ、日本に取り戻すのは国民の使命だと思う、皇室にお返しするぜなどと書き込まれておりますということですね。いや、なかなかできないことですよ。ね、いやこれね、自分 の, そのコレクションにするとかね、自分が将来これ持ってまた価値があるからまた転売したろうとかね、そういうその、やましいとか横島な気持ちはなくてですね、あくまで資材をね投じられてる、ちょっとごめん、ね、くしゃみ出た、その3年前の金を、つぎ込んでそれを買って、要するに彼は要するに散逸を防いだわけですよね、はい、そうやっていろんな人に手から手が当たってそういう貴重な資料が、どっか行ってしまう、これを防いで、はい、手に入れて、そしてこれを皇室にお返しするために、3000万払って買ったっていうね、はい、あら立派ねこれ、でもしかしたら、この原本にはですね、まあ、これはまあ本になってますけども、原本には原本を調べてみると、はい、こんなことは書いてなかったということがあるかもしれないですね。そういう、そういう資料的な意味でも価値が高いんですよ、これ。まあ、加藤さんいかがですか、このニュース。私ですね、ちょっとずれることを申し上げたいんですけどね、このニュースをですね、テレビ局が、まあ、総じてこう報道したわけなんですね、はい、一方ですね、そのニュースの中で気になったのはですね、ある局はですね、この美容外科高須クリニックというはい、名称をですね、出さないわけですね。はあ、単にね、日本で病院を経営する高須克也氏とこういうわけですよ。何かこの非常に何と言うんでしょう、その作為を感じるというかね、まあ、病院のコマーシャルをしたくないのかもしれませんけれどもね、そうではなくて、こういうことをニュースをですね、もう率直に事実を伝えましょうよっていうことですね。まあ、確かに高須クリニックでいうと、まあ、こういう名刺になって、若干宣伝があるかも分かりませんが、でも実際に高須院長というのは、高須クリニックの院長というのは、これはもう周知の事実ですからね。ですね。だからソードバンクの孫みたいなもんで、パナソニックの松下さんみたいな、松下みたいなもんで、これはもうこういうのをのけるっていうのは変ですよね、はい、まあ、高須院長っていうのはまあ非常に保守的な方でね、保守言論人としても知られてる方なんで、これはまあメディアとしてはあんまりこう、嬉しくない人物、メディアとしては歓迎されざる人物であるということもあるんですけどね、だから余計にそういうことを言いたくないんかもしれませんけど、まあ、高須さん、報道ステーションのね、傾向に対してね、はい、物申されたことも終わりの方ですもんね、はい、スポンサー降りたんでしたね、うん、はい、確かそうでしたね、そんな報道、そんな変更報道するんだったらスポンサー降りる言ってね、はい、まあ、それぐらいもう骨のある人ですよね、ね、まあ、今回のね、はい、この永遠の一冊にも、永遠の一冊にも寄稿されてらっしゃいますか、高須さんは百田直樹論で高須委員長も書いてくださってます、ありがとうございます、ちょっとだけ読みましょう、ちょっとだけ
はい、ちょっとだけでもいい。どうぞどうぞ。はい、百田先生はこれ、嘘か嘘ない、とっても正直で、はい、筋と義理を通される、うん、私のお友達の方も A ランク100点満点の方ですはい、そんなわけです。いや、はい、そこだけですか他はいいんですか他は悪口書いてるんでね。いやいやそんなことない、はい、まあそんな風にね、はい、まあ、本当にあの一読者として個人的にね、その百田さんがおっしゃる通りの、そのね、文春文庫の形になったテキストには、うん、漏れた部分がね、ひょっとしたら含まれているかもしれないですからね、もし公表されるようなことになれば、期待したいと、それは勝手ながら、ね、はい、はいはい、いいと思います。ありがとうございました。さあでは続いてのニュース参りましょうか。お二方いかがいたしましょう。国内国外ございますけれども、あれ一番いきましょうか、はい、米朝対立最も危険、ね、こちらですか、はい、参りましょう、はい、ね、こちらのニュースもね、いきます、ね、米朝対立最も危険、国連事務次長の認識一致という、こちらも深入り続けてまいりましょう。どうぞ。共同通信によりますと、国連のフェルトマン事務次長が北朝鮮のリ・ヨンホ外相らとの会談で、アメリカとの対立がエスカレートしている朝鮮半島情勢が現在の世界で安全保障上の最も差し迫った危険だという認識で一致しました。国連が9日発表したもので、会談はフェルトマン事務次長が今月5日から5日間滞在した北朝鮮で行われました。発表によりますと、会談でフェルトマン事務次長はリ・ヨンホ外相らに対して、不測の事態を回避し衝突のリスクを減らすため対話のルートを開くことが早急に必要だと強調しました。また北朝鮮に核開発を禁じた国連安全保障理事会の決議を遵守することを要請し、朝鮮半島情勢の沈静化には誠実な対話プロセスを通じた外交による解決しかありえないと指摘したということです。いかがでしょうか。まあ、危機は危機なんですけど、ただ最後の一行はね、ちょっと引っかかりますよね、誠実な対話プロセスを通じた外交による解決しかありえないと、はい、ところがね、この外交による解決がない、もうこれ外交による解決しかありえないと書いてますが、うん、外交による解決そのものがありえないという状況が、もうこれ、もうこの20年間でもう証明されてるわけですよ。つまりこの外交による解決をですね、北朝鮮以外の国はやってきて、その結果どうなったかというと、その結果が、まあ、今日になったんですよ、はい、北朝鮮はですね、核ミサイル、そして、まあ、ごめん、核ですね、核とそれからミサイルの開発に関して、はい、一切この20年間躊躇しなかったんですよ、はい、一度たりともその計画を一旦棚上げするとか、あるいはその計画をやめるとかいうことは全くしてこなかったです。ひたすら邁進してきた。でこれがいわゆる、対話によるプロセスの結果なんですよ、はい、でこの先どうなるかというと、もっと悲惨なことになります、うん、ですからもっと悲惨なことになる前に、はい、今アメリカはどうするかというところになってに来てるわけですよね、はい、うん、加藤さんいかがでしょう。北朝鮮をどう見るかということなんですけどね、まあ、北朝鮮問題の専門家である李相哲さんというですね、龍谷大学の先生がいますけども、はい、この先生がですね、北朝鮮を見る3つの原則というのを示しているんですね、はい、で1つはですね、北朝鮮って力しか信じない、はい、でもう1つは人命の価値がほぼゼロである、はい、そしてつまり政権以外のですね、指導者以外の人命の価値はゼロである、はい、それからもう一つはですね、約束というのは彼らにとっては時間を稼ぐための方便だと言ってるんですね、これ3つの状況ですね、今の3つのこの原則を今の状況に照らし合わせるとね、はい、まず力しか信じないわけだから、核もミサイルも放棄するつもりは全くないわけですよね。絶対に放棄しません、絶対、うん、まあ、あれは国税ですからね、そうなんですね、で、はい、あと人命がもう異様に軽い、ゼロに近いという人命価値がゼロに近いということは、つまり兵隊を何人殺しても構わない、構わない、つまりですね、人民を何も殺しても構わない、自国民の命が危険にさらされるんだということを認識しないわけだから、もう軍事行動をやり放題ということなんですね、だから人質にならないわけですよ、はい、でもう一つはですね、やっぱりこの三つ目ですね、約束を守らないというのは、これはもう94年以降のこの国際社会を欺き通している、もう二十数年間、ね、はいはい、もう安倍首相も国連演説でも力を込めて言ってましたけれどもね、そういう現実をですね、やっぱり直視して、うん、まあ、取り掛かんなきゃダメなんだろうなと、はい、まあ、当然のことなんですけどね、まあ、ですからその有事ということになった時 の, その韓国との連携が取れるのか、うん、
ちゃんと取れるのか。いやもう韓国はあんま関係ないでしょ。あのやるときアメリカ一国でやるでしょ。いや、ね、いやですからその韓国に滞在する邦人の保護の、そうですね、邦人保護ですね、その連絡というのが日韓の政府間で行き届いてるのかということですよね。そうですね、非常に不安が残るところですね。ただまあアメリカ攻撃するとしたらどのレベルの攻撃かということがありますよね、つまり地上戦が報復できる余地を残す攻撃なのか、あるいは地上戦がもうすでに、ソウルに対してソウルとかあるいは日本に対して攻撃する余地がないほどの攻撃をなるのか、はいはい、つまり、アメリカ軍はいわゆる核発射装置あるいは核施設にあるいはキム・ジョンウンの住みか、こういうものに対して限定的な攻撃なのか、それとも攻撃は、北朝鮮全土に及ぶものなのか、この辺がまだ分かりませんけど、私はやるとしたら全土に及ぶんじゃないかと思いますけどね。全土ですか、はい、限定攻撃というのはもうかえって、いわゆる、戦争の長期化、はい、さらに、もっとひどいようなことになる可能性がありますよね。年内ね、全く一部の油断もできないということですね、はい、ありがとうございました。もう時間が迫ってまいりましたが、もう一言だけでも触れられるような話題がございました。民進の有田芳生参院議員が離党って、はい、こちらですね。この人は、はい、まあ、これ有田さんだけじゃないんですけど、比例で通った人間は簡単に辞めて飽きませんよ ね、はい、だって比例で通ったということはですね、はい、民進党に票を入れて通ってるわけですよね、これ、まあ、あくまで党の看板で、そうそう、ということですね。それがね、これまあ有田さんだけじゃないんですけど、はい、自民党の議員もね、比例で通った人間ポッと辞めたりしますよね。あれは辞めるときには議員辞めなきゃいけませんよね、はい、そうですね、うん、そういうルール化すべきですよ。比例で通った人間は、議員、その党を辞めるときには議員を辞めるということですよね、はい、それがやっぱり票を入れてくれた人に対する、まあ、礼儀ですよね。そうですね、はい、まあ、今後もどうなんでしょう、立憲民主党に流れていく民進党の方々は、再来年の参院選の時には民進党の議員が、民進党で出るよりも、立憲民主党で出る数が相当増えるじゃないですか。そうすると民主党、民進党は自然崩壊ですね、はい、そう向かいますね。またそこでも難民が発生するというね、それもやめないわけですね。ありがとうございました。有田さんなんか武装難民かもしれない。いやいやいや、それは違う。違いますか。お話しきないところですが、残念ながらエンディングとなってしまいました。改めて本日のレギュラーコメンテーターは作家の百田直樹さんと、そして産経新聞東京本社社会部編集員の加藤達也さんのお二方でした。改めて本日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。あのご登場心よりお待ち申し上げております。明日はケント・ギルバートさんと中井紗恵さん、ケンちゃん、紗恵ちゃんの登場です。明日もお楽しみに。さよなら。